俺の名はエイジ、冴えない陰キャの大学生だ。大学の男友達と言っていいかわからないけど、同じ講義を受けているシゲルたちからはいつもノートを奪われていく。お、それじゃ借りていくぜ。お前ダサいけどノートだけは綺麗だよな。正直友達っていうのは方便で手のいい便利屋状態だ。ところがある日、いつも世話になってばっかで悪いから合コンに連れて行ってやるよ。え、いいの？これにはさすがの俺も浮かれた。しかし、それじゃまず自己紹介。エイジです。趣味は特にないです。よろしく。黙ってて聞きにくい。っていうか声小さすぎ。ごめんごめん、こいつ陰キャだからさ。他は陽キャ集めてるから俺たちと話そうよ。てな具合に俺は出汁に使われてしまった。ほほほ。そして俺の隣に座ったのは、あの、すみません、隣に座っちゃって。ああ、いいんですよ。静香さんでしたよね。うん、私こういう場って初めてでよくわからなくて。俺もです。静香さんは太っているせいか男連中に人気がなかったけど、俺は穏やかに話すことができた。なあに静香、その人と仲良くなれたの？ああ、お似合いなんじゃないの。せっかくだし連絡先交換しとけよ。お、そうか、え、いいですか。うん、エイジさんさえよければ。本気にすんなよエイジ。え、でも本当にいいですよ。連絡先交換したいです。ありがとう。なし崩しでつながった俺たちだったけど、静香さんとはメッセージアプリでも楽しく話すことができた。大学も近かったし、どちらからともなく連絡をして喫茶店で会うようにもなった。エイジさんって楽しい人ですね。そんなこと言ってくれるの静香さんだけですよ。ちょっとお手洗い行ってきますね。うん、行ってらっしゃい。あれ、エイジじゃん。お前こんな店に一人で来るのか。ああ、いや一人じゃなくて、ひょっとしてデートか。おいおいおい、お前例のデブとまだ続いてたのか。お前、まあ陰キャのエイジにはお似合いかもしれねえな。まあ頑張れよ。ただいま。あ、お帰りなさい。あの、シゲルの話聞こえてましたか。ごめんね、私が太っているせいで。気にしないで。静香さんも俺が陰キャなせいでいろいろ言われているだろうし。え、それは、って言われてるんかい。私、昔は太っていなかったんだけどね。普通の体型で、おしゃれにも結構気を使ってて、結構男の子にも遊びに誘われることが多かったの。別に不思議なことではなかった。静香さんは穏やかで性格がいいから。お前ってノリ悪いよな。でもそういう風に近づいてくる男の人って、私のことなんか思っていたのと違うって離れていっちゃうの。それがすごく悲しくて、気分転換に甘いもの食べてたらこんな風になっちゃった。今もちょっと人間不信気味なの。そうだったんだ。私のこと面倒くさいとかつまらないって思ったら、無理に一緒にいてくれなくてもいいからね。嫌だよ。え、俺静香さんといると楽しいんだ。周りの目なんて気にしないよ。ありがとうエイジさん。エイジさん、私エイジさんを信じるね。それからしばらく静香さんは俺と会ってくれなくなった。でも喧嘩したとかじゃなくて、メッセージは毎日届いてくる。今度は会えない？ごめん、まだちょっと。はあ、正直言うと意図が分からず困惑していた。でも静香さんの狙いは3ヶ月後に判明する。エイジさん、こっち。あ、はい。って、え、静香さん。はい、あの、どう？あの、可愛いし、すごく綺麗。本当？よかった。
努力した甲斐があったかな。まさか俺のためにダイエットを。これで特に何もとか言われちゃったらきっとベシベシ叩いちゃってたよ。あ、叩いてる。外見は変わったけど中身はいつもの静香さんだった。おかげで俺は以前と同じように静香さんと楽しく話すことができた。やだエイジさんたら。エイジ、なんでお前がそんな美人とお茶してるんだ。あ、しげる。しげるさん、お久しぶりです。どこかで会ったことありましたっけ。静香です。高校の時はお世話になりました。静香ってあの時の。嘘だろ、こんなに美人だったのか。失礼だぞ。ごめん。でもびっくりした。痩せたらこんなに美人になるなんて思わなかった。なら俺とも連絡先交換しようぜ。な、エイジなんかにあなたはもったいない。陰キャなんてほっといて俺と遊ぼう。俺の方がイケメンだし。お断りします。なんで。私、あなたみたいな外見でしか人を判断しない人なんて大嫌い。な、俺のことバカにしてんのか。バカにしてるのはあなたの方でしょ。エイジさんにも私にも失礼なことばっかり。ふざけんな。ちょっと綺麗になったからっていい気になりやがって。つべこべ言わず黙って俺についてくれば。おい、そこまでにしとけよしげる。うっ、お前静香さんを無理やり連れて行こうとしたよな。あ、いや、あのお前何、何なんなんだその迫力。うるせえよ。俺のことじゃなくてお前のことを話してんだよ俺はよ。ごめん、許して。謝れ。静香さんに謝れ早く。すみませんした、すみませんした。はい。おいしげる、二度と静香さんに舐めた口聞くんじゃねえぞ。もし破ったら分かってんな。はい。よし行け。さよなら。ごめん静香さん、怪我はない？怖くなかった？私は大丈夫。でもエイジさんすごい迫力だったね。そっちが素なの？違うと思いたい。そっか、急にヤンキーっぽくなっちゃったからびっくりしちゃった。ずーん。どうしたの？実は俺、高校2年まで地元で有名なヤンキーだったんだ。小さい頃、俺は平凡で陰キャっぽい容姿で周囲からバカにされた。それが嫌で中学半ばでヤンキーを目指して仲間入り。尖った見た目で周囲を威圧して、それに負けないように体も鍛えて格闘技も習った。でも大学受験のためにヤンキー卒業を余儀なくされ、内申点目当てと塾の規則のせいで容姿も元通り。結果、知らない人間からは舐められるようになり、俺を怖がっていた人間からは、受験が近くて手出しできないんだぜ、しょうぼいやつだな、と陰で笑われた。人間って結局外見でしか人の価値を判断できないのかな。そんな具合に俺は人間不信になった。ヤンキーを貫けなかった自分もダサいなって思って、無気力にもなったんだよね。それで大学に入ってからもなんだか楽しめなくて。でも静香さんと出会ってからは毎日楽しいんだ。自分は乱暴でつまらない人間かもだけど、できれば嫌わずにこのまま仲良くしてほしい。ダメかな。うん、私エイジさんのこと嫌ってなんかいないよ。むしろ守ってくれたから好感度爆上がりだよ。実はね、痩せて気に入ってもらえたら言いたいことがあったんだ。どうか私と付き合ってください。あ、うわ、もちろんです。本当？やった。こうして俺たちはカップルになることができた。めでたしめでたし。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。